で昔は180まで大丈夫って言ってたのに今130まで下げたでしょ。そうやってお金を儲けたいから薬を作って売ってるんですって。本当にだからね、病気って作られてるんですよ皆さん。それ知ってください。なんでそんなことになってるかっていうと、国際ビッグファーマ、まあ日本の会社も買収されてるんですけどね、中外製薬なんか9割返しですからね、名前だけが日本企業のだけですよ。ごめんなさいね、中外製薬にいた、まあでも事実だからしょうがない、見たら分かる。ここはめっちゃ金持ってるんですよ、もうね、国際ビッグファーマ、ファイザーとか思い浮かべてください、アストラゼネカでもいいですよ、ね、で、ここのお金がないと、もう厚生労働省とか大学もお金が足りないから研究ができない、だから共同研究っていうののもとにお金もらってるわけですよ、ね、ここに逆らうとお金が来ない、でさらに彼らは退職するとここに天下りとかしてるんです。ここに逆らうと天下りができない、ここに逆らうと天下りした先輩から怒られる、それでも言うこと聞かないと政治家が出てきて首が切られる。厚生労働省の役人もね、男は辛いよ状態なんですよ、ね、言いたいこと言えないんですよ。だから彼らがコロナの時とか最初はね結構ちゃんと言ってましたよ。どん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 変わってきて、この間もデータ改ざんしてたでしょ、言った方が免疫上がるみたいなね、嘘ついてたじゃないですか。で今もそれ増えてるけど、ワクチン2回3回打った人の方が多いですからねでも彼らそういうの言わない。彼らができることはみんなで飲み会やることと自分たちが打たないことですよね。彼ら偏差値エリートだから、うん、まあ9割かどうか僕も裏は取れてないけど、でも結構打ってないって言いますもんね。保健所の人とかも打ってないですよね。そりゃそうなんですよ。だって説明書読めばいいだけだから、リスクありますって書いてある。で訴訟は受け付けないでしょ、リスクがあるから。で実験中でしょ、実験中でリスクがあるから任意ですよと、打って死んだり副反応出ても一切死なへんでって書いてあるわけじゃないですか。それをみんなね、分かってるから打たないわけでしょ。良識、あ、まあ、とか普通じゃないですか。それを知らない人たちがね、今日も咲いた今日も咲いたってチューリップの歌が毎日聞こえてきてんですよ咲いた咲いたって言って、でなんかそれが怖い怖いって言って、早く打ってってなっちゃってるわけでしょ。マスコミで誘導じゃないですか。 で僕たちが一生懸命それおかしいんですよって言うと、ウルトラマン太郎が出てきて、それはデマだって言うわけですよね。で3分ぐらいしたらどこか行くんですよね、はい、だから彼らにとって僕たちは怪獣なんですよ、ね、そんな感じ。それが日本のなんで医療費が上がり続けてるかっていう理由ですよ。理由、ね、で上がるから上がるからって言って消費税上げるでしょ。めちゃくちゃなんですって。だから食と健康に関して言うと、まず一次産業を徹底的に保護しましょう。漁業、農業、水産業、はい、ここに徹底的に税金をかける。大丈夫、数兆円もあればいいから。80兆使ってますから、お金ありますから日本政府ね、こっちの方が日本人の命守りますよ、ね、今の数十兆、オリンピックだって2兆ぐらいでやってるんですよね。80兆ってオリンピック40回目ですよで、アホみたいじゃないですか、ふざけんなんですよ、はい、だからね、一次産業とにかくお金を入れる。で食を変えるんです、米食中心にしましょう。でね、これを言いたいがために吉野先生が小麦危ないよと、アメリカ産の輸入小麦が危ないよって言うわけですよ、ね、そしたら、ね、小麦を食うなというのかとかっていう人が言うわけ、減らそうって言ってるだけ、あんまり食べちゃう、僕もこの麦とかね、食べた写真を吉野先生に告白すると吉野先生に怒られる、ね、なんで神様分かってくれないとか言われるけど、うん、でもまあ食べたい時あるじゃないだから別に全部や完全にやめろって言ってないけど、毎日毎日食べちゃダメって言ってるわけね。だから、まあ、何回も言いますけど、もう子供の給食とかはパンいらないんですって、米にしましょうよ全部それを推進する法律をもう作ろうとしてる国会議員とかいるんですよ。立憲民主党の川上さん、ね、もう僕は彼を全面的に応援したい、党は違うけど、ね、彼も薬害エイズとかで苦労されて命とか健康にものすごい意識が高い、ああいう実体験のある人にちゃんと旗振ってもらって、要は地域で作ったものをみんなが食べれるような法整備と税の手当をしましょうって言ってるんですよ。
ね、分かりやすく言えば埼玉県の子どもたちの学校給食は全部埼玉県産にしましょうねっていうことを言ってるだけ。ね、いいじゃないそんなの。地元の農家の方とかね、そこがあるんだから。ね、で魚はさすがにサイドも取れないから、それはなんとかして。はい。たんまに魚を食べた方がいい。でも野菜と米は埼玉の子どもが食べるぐらい絶対サイドで作れるんだから。全量買い取ればいいじゃないですか、県がある程度の価格で。その代わり農薬とか肥料は極限まで減らしてくれと、子供たちが食べるもんだから、ね、自然のオーガニックなものしてねって。それで税金がちょっと上がったって別に俺文句言わないじゃない、子供の学校給食でかけるお金ぐらい。今一食200円とか300円とかですよ、子供の給食ね。6人に1人が貧困って言われてんだから、まあ、朝もおにぎりぐらい出してあげたらいいぐらいかですよ、本当に。朝学校行ったらまずおにぎり食べるところから始めましょうみたいな。そしたらね、親にご飯食べさせてもらってね、かわいそうな子が結構いるから、そういう子たちも助かるでしょね。でも残ったらもう持って帰りっつって、何時か持って帰ったらいいんじゃん、おにぎりね。いや、それぐらいのことやってもいいって。もう子供少ないから。うん。あとは種ね、さっきも言いましたけど、種子法廃止とか自民党やっちゃったじゃないですか。もうあれは国賊みたいなもんですよね。ね、だからちゃんと日本の野菜の種とかは日本でちゃんと保存しておかないとダメだし、それちゃんと行政がね持ってね保管していく必要ありますよ。もし国の法律が復活できないんだったら、県の条例で作り直しましょう。埼玉県の在来種の種は埼玉県の研究館でちゃんと保存するとね。それは外資売らないね、ビジネスさせない。種はみんなのもの、それを定着させるということですね。あと食品表示もね、これも今日街頭で言ったので聞かれた方も多いかと思いますけど、とにかくアメリカとかヨーロッパ並みに表示とかの義務を厳しくし、使える添加物とかを減らすんです。イギリスの認められている添加物は20種類から30種類ぐらい、日本は1300種類、魔法みたいね。だからせめて100種類ぐらいで減らしましょう。でね、そう、100種類もかけないって言うんですよ、表示できないって。だから QR コードでいいって、QR コードに変えて、でスマホをかざしたら何が入ってるか、どこ産だったら全部出ると。もっと言えばスマホにアプリ入れといて、で私はトランス脂肪酸食べませんとか、その B3 系はダメですとかね、そう、こういう農薬使ってるラウンドアップとか使ってるのダメですよとか全部入れとくわけで、スマホにチェックでバーって。そしたらスーパーとかコンビニ行って、そのアプリ立ち上げてピッてやれば×とか10番とか出るわけですよね。これだったら子供に詳しいね、添加物の知識なんか教えなくても、スマホ1個持たせておけば、ね、それで何を食べていいかって子供判断できるじゃない、親がチェック入れときゃいいんだから。そしたら変な買い食いとかしなくなるでしょ、うん、で手作りのものとかだったらね、安全なわけですよ、保存料とか入ってないし薬品入ってないから。そしたら、あ、手作りのものに価値があるんだなって分かる。そしたら手作りのものをみんな買ったり食べるようになるわけですよ。そしたら日本人の健康が上がってね、病気って病気になりにくくなるでしょ、食べ物で病気になってんだからね。でこうやって結局ね、今自民党がやってること、政府がやってることは病気にするわけです、国民を。まずでそこに医療費とかの手当をつけてるだけね。若い男の子や女の子の精子が今危険になってるんですよね、異常なんですよ。もうおたまじゃくしじゃなかったりするの、おたまじゃくしの頭が3つとか3個とかなっちゃってるわけですよ、精子の。気持ち悪いですよ、顕微鏡で見たら。だから不妊が増えてるんですよ。女性だけの問題じゃないですよ。男の精子もおかしいの。それは食い物でなってるんですって。間違いなく。それ因果関係ないっていうのはまだ嘘。もう政府が因果関係ないは信用できないでしょ、皆さん。結局不妊を増やしといて、不妊治療にお金かけてもしょうがないですよ。不妊にならない体が欲しいわけでしょ、皆さん。ね。で、がんになっといて、がん検診とか、がん保険とか作っても嬉しくないわけ。がんになりたくないでしょ、皆さん。それには職を変えるっていうことが一番効果的なんですって。昔の人はそれを知ってたから、ちゃんと。医食同源って書いてあるでしょ。ね、食べるものを改めることによって健康が維持できるってみんな知ってたわけですよ、昔から。だからそれを今当たり前にやればいいだけですよ。でそういうのお年寄りも頑張っていただいて、お年寄りの医療が高いから、1年間病院に行かなかったら12月に健康ポイントだっつって10万円の旅行券あげるんですよ、お年寄りに。
閉めて病院行くのやめるから、おばあちゃんたちが。もうね、病院じゃなくて公民館行こうってなるから、もうね、茶飲み友達と公民館行こうってなるんでしょ。スタバでもいいですよ、ね、そういったところで病院で話をするんじゃなくて、そういったところでちゃんと話をしてもらって、もう医療費使わないと、その代わりに10万円あげますと、ね、そしたら、ね、1年間ぐらいのクーポンだから、ね、日本人のおじいちゃんおばあちゃん毎日シルバー増えてるから、みんなが日本人旅行しだすわけですよ、その券使って。そしたら日本の地域の観光業潤うでしょ、その券で。そしたら中国人呼ばなくてもいいんですよ。できそうでしょ、全部。そんな難しいことじゃないでしょ。 QR コードも作れるし、アプリも作れるし、旅行券だって10万ぐらいだったら渡せばいいんですよ、毎月じゃないんだから。励みになるじゃない、お年寄りが、よし今年も健康維持して年末旅行行くぜってなるじゃないですか。ね、だから健康寿命を伸びてピンピンゴロリですよ、ね、そういう風にしてあげる。そしてあともう一個大事なことは、医者と看護師を救ってあげないといけない。今の医療制度だと、ね、病人増やさないと経営が成り立たないんですよ。とにかく病気になる人を増やしたい、経営のためにね。だから血圧とかだと下げるわけじゃないですか、ね、最悪なんですよ。だからもう医者を解放してあげないといけない。病人を減らしたら金が儲かる仕組みに変えてあげるわけ。そんなことで全然できる。地域医療にするの、地域ごとに見て、その地域の医療費を使う量が減ったら医者にボーナスがボンと行くようにするんです。そう、だから薬とかを今だったら配りたいわけ、いっぱい払って使わせたいわけじゃないですか。違う、使わなきゃ使わないほど収入が上がるっていう風に仕組みしてあげればいい。使うお金一緒よ。だって薬代に補助してる分が医者の給料になるだけだから。でも薬の使用量減るし、病院行く人減るし、みんなハッピーじゃないですか、ね。こんなこと言ってるから医療利権から殺されるって俺言われるんですよ。でもね、医者も看護師さんもみんなね、みんなの命を救いたいとか健康にしてあげたいっていう、そういう思いで医者になってるはずですよ、看護師になってるはずですよ。それが逆になってるわけ。抗がん剤とかも一定以上使わないと、ね、補助が出ないとかなってるから、とにかくもっと使え、もっと使えと、ね、あの CT とかもう高い機械だから1日何人以上は使わないとダメだって言って無理やり使わせてるわけですよ。ちょっと CT 取りましょうか、こっちの電動源取りましょうかとかね。それが実態なんですよ、ね、だからそういう実態を我々ちゃんと医者の声も聞いてあげて、ね、彼らを解放してあげないと、今の自民党や、じゃあ GHQ が作ってきた医療制度に問題がある。であとは環境問題に関して、日本で今一番の足かせは脱炭素ですよ。京都議定書やめましょう、はい、それが一番早い。大丈夫です、アメリカも中国も守ってないからでしょ。日本だけが守らされてるんですって。で我々ね、京都議定書やめたからって CO2 バンバン出そうねって話じゃなくて、なるべくレゴで行くんだけど、なんかその削減目標ありきでやるから経済的な負担が大きくなったりするわけでしょ、ね、だからそういう足かせを外しましょうって、外した上でそういったものをね、このものをやっていけばいいじゃないですか。日本は技術がまだあるんだから。だから結局あんな CO2 の排出権とかね、アメリカとかヨーロッパが儲けるために考えてる利権なんですって。そんなものに踊らされる必要はない。